あんま変わんないですよね、小さい時から。綺麗ですよね、やっぱり。で、なんか何年かして、お父さんが京本政樹さんだって知って、最初知らなかった。知らないですよ。俺何も分かんなかった。全然あんま芸能界してなかったんで。で、京本政樹さんってすごい役者さんだってなって、そっからちょっとね、うまく。やらしいな。